はいどうも、アルティメット工房のサミです。今日は何をするかと言いますと、12月1日にキング&プリンスの新曲 I Promise のミュージックビデオストーリーバージョンが公開されたということで、そちらをね見ていきたいと思います。私ね、一人で見るの怖いのよ。なんか今回すごいティアラの皆様が荒れていて、ツイッターとかでそんなにやばい内容なのかって思って、なかなか見れずにいたんですよ。なのでもしかしたらこの動画を見てくださっている方の中にも、私と同じような気持ちでなかなか見れずにいるっていう方も中にはいるかもしれないので、映像にはうっすらモザイクかけさせていただきますし、もう見たよという方は私の初見の反応も楽しんでいただけたらなと思います。それではイヤホンを失礼して、めっちゃドキドキする、怖っ。あのさ、朝のニュースとかでは見たんだよね、少しどういうシーンがあるかとか。それではキング&プリンス I Promise ミュージックビデオストーリーバージョン見ていきたいと思います。スタート。I promise, King and Prince。 なんかさ、雨が降ってるって不吉な予感しかしないんだけど、平野くんかな。すごい息遣いがリアルじゃない？あの、ちょっと震えたような感じ。ペアリングですかね。待って、めちゃめちゃ重くない？なんか隔離されてるのかな。彼女さんが寝てたけど、寝てただけなのかな。ね、神宮寺くんバイク乗ってる、かっこいい。なんか今回みんなそれぞれパートナーというか彼女さんがいるっていう設定なんだよね、確か。ヘルメットも2つあるしね。うん、永瀬くんの彼女さんもいらっしゃいますけれども、このネクタイ締める仕草がめちゃめちゃかっこいいよね。高橋くんもいいね。なんかタイタニックを思い出しました。私、岸くんはボクシングに打ち込んでいる。なんか不穏な電話というか、急いで行かなきゃっていう感じだよね。岸くん大丈夫？いや、これ切なくない？あって声かけようとしたらさ、バーって通り過ぎてて、え、なんだよみたいになるよね。永瀬くんは彼女さんと遠距離になっちゃうのかな。エアポートだもんね、ここね、多分。なんか彼女さんと二人乗りしてるこの笑顔も素敵だけれど、今後ろに彼女さんいないから探しに行っているのかな。ね、ここ見ました、朝。あの、ツイッターでは、水道代がどうとかって言って揉めてるんじゃないかみたいな風に言われてたんだけど、自分の命とボクシングどっちが大事なのっていう喧嘩をしてたよね。あ、解体見せてますね。ここで最初のシーンに繋がるわけか。え、指輪返されちゃったじゃん。これが振られるシーンなのね。あれだよね、多分自分が病気だからその前に別れを告げようっていう、なんかもう好きな人できたんだとか、そういう感じだよね多分。マジか。え、3分短くない？キング&プリンスニューシングル I Promise セブンイレブン2020年クリスマス CM ソング12月16日オンセールというね。なるほど、もう一回見ません？ちょっともう一回だけ見ません？スタート。いや絶対そうだよ、平野くんの彼女さんはあまり心配させたくないから、自分が病気だって言うのもあれだったし、好きな人できたとか別れようとか、そういう理由でリングを返したんだと思うわ、推測として。よくあるじゃんそういうの。私も多分そうすると思うもん。
いや、この表情切ないね。平野くんってさ、表情がうまいよね。これも演技の一つなんだけど。でもそういうことかっていう風に、この握りしめたリングを見てる感じ、なんで言ってくれなかったんだっていう気持ちがさ、込み上げてくる。まあ、勝手なね、推測なんだけど。神宮寺くんの彼女さんはどこ行っちゃったんだろうね。いや、切な。そして、おしゃれな部屋。いや、こういう部屋に住みたいわ。ワイシャツ似合うしね。実際、高橋くんの彼女になったら、ああやってデッサンのモデルとかにね、なるかもしれないよね。ここで病院から電話があったのかな？いや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 。やっぱ命のが大切だよ、岸くん。え、何があったんだろうね、高橋くんの彼女さんは。まあ、遠距離とか言っちゃったけど、遠距離って言いそうになったけど、遠距離恋愛もさ、永瀬くんだったらいけそうな気がするけどね。え、超リアルだよね、この怒ってる時の顔。こうやって怒りそう。あそこまで言うつもりなかったのに、みたいな岸くんの表情ね。いや、あの時のことを思い出すんだろうね、ここで、病院で。あー、一人になっちゃったから、そこに立ってた彼女のことを思い出すみたいな感じか。なんか、これ途中までしか見てないけど、こうみんな幸せになってほしいなって思うけど、これどうなんだろうね。幸せになれるんでしょうか。アイプロミスのミュージックビデオ、ストーリーバージョン予告編ってあったじゃないですか。ちょっとそれも見てみます。こっちは1分18秒だけど、こっちも見てみましょう。スタート。5人が演じるそれぞれのラブストーリー。何があったんだろうね、全然読めないわ。岸くんは自分が病気だったりとかして、どっちが大事なのっていうのは分かる気がするけど、でこの間がね、また切ない。映画っぽいわ本当に。偶然のいたずらが恋に雨を降らす。でここね、さっきもありましたね、きっと叶えてみせる。世界が嫉妬する恋の結末を。なんかさ、この見つめる目がね、すごい愛しかった。このさ、最後のさ、永瀬くんのなんかありがとねみたいなこと言ってたじゃん。これってさ、この12月1日公開のショートストーリーには入ってなかったよね。あれ何だったの？手紙なのかな？で、それを電話とかしながら、これ見た、ありがとね。っていうことは、まあ、結局みんな幸せになるんじゃないかって私は思ってるんだけど、一番重いのってさ、平野くんたちのストーリーじゃない？ここまで見て私の推測でしかないんだけど、そうやって彼女さんが自分のことを隠して、自分の病気のことを隠して平野くんと別れようってしていて、病院から電話があって走って駆けつけたら、いろいろつながれていてみたいなところだったじゃないですか。
奇跡的に回復するといいね、彼女さんが。私そのショートストーリーの予告編を見たんですけど、これって世界が嫉妬するわって思ったのよ一瞬。それで本編を見るのが若干怖かった自分がいたんだけれども、意外と冷静に見れたというか、もちろん今回はショートストーリーっていう演技なので、その物語の中で2人は幸せになってほしいなって思いました。多分私現実的にキング&プリンスのメンバーが彼女さんがいて結婚をするってなった時も普通に祝福できる気がします。相手がちょっとひどい人で泣いてばっかりの恋愛をしてそういう結婚をするのは反対だけれど、ショートムービーでもあった付き合いたての頃というか、まだ笑顔があった頃、ああいうのがずっと続く相手だったらもうめちゃくちゃ応援できるし祝福できると思う。やっぱり相手にもよるよね。それはみんなさ、細かい表情の演技がすごい上手だからリアル感があるし、最初も言ったけど平野くんの息遣いとか高橋海人くんの目の表情とか、岸くんの怒ってはあもういいよっていう風になるところとかもすごい良かったし、神宮寺くんがヘルメットを2つ持って探しに行くのかな、彼女さんを。で多分彼女さんのいるところが分かってると思うんだよ。彼は若干口元が笑ったような感じがしたので確信を持ってるじゃないけど、あの子はあそこにいる大丈夫って思いながらバイクを走らせてる、なんかそういう風な演技だったと思うので、もし本当にそうだとしたら神宮寺くんも表情の演技がうまい。まあ、一見永瀬くんはそこまで表情の演技がないのかなって思うけど、リアルさを追求すると男の人って自分の気持ちを素直に伝えたりとかするのって恥ずかしいって思う人が多いじゃないですか。それを目のうつむき加減とかで表現しているんじゃないかなって私は思ったので、これの岩橋くんのもすごく見たかったし、このキング&プリンス5人のそれぞれの恋のストーリーを映画にしてほしい。本当に映画にしてほしい。それで最終的にはその5つの6つのストーリーが一つにつながっているっていうような映画を作ってほしい。本当にそれちょっと希望しますね。なんか見るの怖かったけどめちゃくちゃ良かったです。モザイクうっすらかけて映像を流しておりましたけれども、もしねミュージックビデオ見れそうだという方がいらっしゃいましたら、概要欄の方に URL 貼っておきますのでご覧ください。ダンスバージョンもあるんだよね。ちょっとダンスバージョンも見ましょうか。スタート。あ、アイプロミスがチカチカしてる。キング&プリンスもチカチカしてる。でこのさ、夜景で夜景バックにして踊る、あの東京の都会をバックじゃないけど、これいいよね。なんか賑やかな中にも自分が一人だって感じる切なさを感じるみたいなさ。後ろのオレンジの照明もいいんだよね。あとショートストーリーを見てからこのダンスバージョンを見ると、それぞれが誰かを思ってる、それぞれが自分の彼女を思ってるっていう風に見えてきますよね。いや永瀬くんね、強さに変えて。歌詞がまたいいよね。誰にも破れないって、運命でも邪魔できないくらい。いやもうひざまずくところ最高すぎる。だからさ、喧嘩してもさ、この彼たちはさ別れるっていう気持ちはないわけじゃん。お互い乗り越えていきたいって思ってるわけじゃん。もう二度と話さない君に会えたのならって、もう歌詞やば。もうさ、掛け合いのところもまたいいよね。
いや、かっこいい。あの、外でね、ちょっと今工事してるからカン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 うるさいんだけれども。太陽にも流星にも真似できないくらい。素敵素敵、本当に素敵。後ろにさ、車が通ってるところも、なんかこう、時間の流れを感じさせていいよね。しかも最後、だんだん夜が明けていく。夜が明けていくっていうことは、こう、お互いが、二人が前向きに進んでいるっていうやつなのではって思いました。じゃないのかな？ってなるとさ、初回限定版 A、初回限定版 B、通常版でちょっと背景の色合いとか、観覧車が見えてたりとか、いろいろするじゃないですか。なんかこれも関係あったりするのかな？そこまでは深読みしすぎか。いや、素晴らしいですね。シンデレラガールでデビューして、メモリアルでも王子様系で、で、君を待ってるとか、いろいろやってきたけれど、恋煩いみたいな学校関連の可愛いものもできれば、ノーティーガールとか、メイズナイトみたいにかっこいいのもできるし、こうやって現実味のあるものもできるってことでしょ？彼らにできないものって何なんだろうって、ここまで来ると思いません？12月16日がすごく楽しみ。もう、本当に岩橋くんのストーリーも見たかったっていうのが、一番の願望？後からでもいいから、これの岩橋くんバージョンも作ってほしいですね。皆さんもそう思いますよね。早いことに今年もあと1ヶ月切ってしまいました。12月、これからたくさん King&Prince のファンの皆さん、ティアラの皆さん、楽しみが待っていると思いますので、風邪をひかないように、コロナウイルスにかからないように、自分たちができることをしっかりして、残りの2020年楽しんでいきましょう。そしてカレンダーの予約も12月1日に始まりましたので、概要欄の方から予約できるようにしておきました。 I promise の初回限定版 A、B、通常版、そして King&Prince の2021年、2022年のカレンダーも予約できるように概要欄の方に貼ってありますので、ご確認ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、アルティメット工房のサミでした。